日ごとの糧、2024年11月22日。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。詩編86編11節。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。ヨハネによる福音書8章32節。実はイエス様はご自分のことを、私は道であり真理であり命ということをおっしゃったんですよね。自由をもたらす真理というのは、必ずしもこの形而上学的な、あるいは理知的な真理ということばかりではなくて、むしろイエス様を知ること、イエス様ご自身を知ることによってもたらされるもんだというふうに聖書は教えてるんですよね。また主よ、あなたの道を教えてくださいという願いは、イエス様ご自身の歩まれた道そのものを思い巡らしながら学び取り、感じ取る必要があると思います。学ぶことを決して軽蔑すべきではないと思う。本当にこれ大事なことだと思うんですね。学ぶことって大事です。でも、いわゆる知的な学習だけですと、答えはわかるような気がするんだけれども、自分との関連性とか関係性というのが分かりにくいということが起こりますよね。まあ客観的には、まああの人はこうだよなとか、この人はこうだよなってことは分かるんですけど、自分にとって本当にこの言葉がどんな意味があるのかというのは、案外分かってるようで分かっていないというか、そんなことがあるように思いますね。聖書の真理というのは、ゆっくりゆっくり、本当にゆっくり言葉にこだわりながら、祈りとして聖書を読むようなつもりで、こう読んでいきながら、まあ一言読んでは思い巡らす、こう区切りといいますか、それこそ文節というかね、そういうのを読みながらそれを思い巡らしていく、そういう中でこう心に光が灯るということが大事なことなんだろうなと思うんですよね。またイエス様を知り、イエス様と共に歩むという実体験としての、まあイエス様に頼りながら生きるということができてくる中で、こう神様が示そうとしている真理というのが明確になってくるのかもしれません。今朝の御言葉があなたにどんなことを促してくれているでしょうか。今朝の御言葉はもう一度、ちょっとじっくりご自分でゆっくりゆっくり噛み締めながら読んで、果たしてこれが私にどんなことを教えているのかなということを思い巡らしてみたらどうでしょうかね。それこそ主よというところで、こうね、もう言葉を止めて、主よ、どんな方なんだろうなとか、あなたの道を教えください。あなたの道、主の道、神が開こうとしている道、あるいは神が歩まれる道、神が私に求めている道、それって何なのかな。そういうこだわり方ですね。そういうこだわり方を持ちながら、この御言葉をですね、ゆっくりゆっくり読んでみてほしいんですよね。どんなことが心に響いてくるか。スラッと読んでしまうと、あ、わかったっていう感じで終わってしまうんですけど、まあぜひぜひゆっくり読んで思い巡らしてみたらいかがでしょうか。良い一日になりますように。真実